進撃の巨人の英語版のタイトル、わかるえなんだっけなんちゃらザ・タイタン。あ、なんだそれ。進撃の巨人、えなんちゃらザ・タイタン。あれ、えっとね、進撃の巨人の、ウォーキング・ザ・タイタン。あ、違うな。アタックオン、アタックオン・タイタンか。あ、すいません。失礼、失礼、失礼。アタックオン・タイタンだ。あ,あ、そうだ、そうだ。うん。そうだ、そうそうそう。失礼、失礼しました。 失礼しました。うん。にわかがすぎる。こらもう、うあの、これでもう今ね、あの、進撃騎士街たちがこうやって、まあこうやって騒いでるじゃないですか。こういうことによって、えー、なんか進撃の巨人ってなんか、詳しくないと怒られるコンテンツなんだってこうやって思って、あなたたちが潰してるんですよ。はい。あなたたちが。申し訳ないけどあなたたちが潰してるって自覚は終わりですかあなたたちがコンテンツを、はい。 僕は多分一回も言ったことないですね。え進撃の巨にこれ知らないで何か言ってるんですか俺多分言ったことないですよ。あのー、ふとんちゃん言ってそうじゃないですか。そういうの。えそれ知らないのにそうなんだーみたいな。あのー、意外に僕そういうこと言ってないんで。いや、ないないない。あのー、ソース持ってきてください。僕、絶対ないです。はい、へえー。あ、なるほど。リュウソースマーク知らないのに。 ロマサガ3好きなんだは、俺言ったことないですよ、多分。はい。ぜひ、あのー、証拠動画あるならあの教えてください。僕絶対言ってないです。なんでかっていうと、あのー、好きのレベルは人それぞれって僕認識が、小学校5年生ぐらいからずっとあるんで、はい。ええー、あ、カリカリじゃないんだ。まあ、それを、まあ、それは、なんかちょっとこう、 寸劇というかあと実際言ってないんではいはいなんかちょっとそ,その時のテンションの寸劇と思っていただけたら嬉しいですはい、はい、寸劇の老害だと思っていただけたら <laughs> <laughs>、えーお前飲み屋の姉ちゃんにテールスマウント取ってたの話した <laughs> <laughs> ああま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 あそれはあの関係値があるんでそれはあのー、多分あのこういう話をするとその場にいない人からするとあのその人との関係値があると思うんですよ。はい、で、えー、冗談を言い合ったりできる中なのにもかかわらずまああのー、そこにいない人たち。 えー、つまり、まあ、視聴者たちとかは、まあ、こう、猛言、妄想しにこうはあの走りまして、ま,あ、また飲んでりだろうですねあの、非常識とか、そういうあの形になるんですけども、まあ、確かこんな形だと思います。あのー、えっ、ー、と、隣にいたのが、まあ、テイルズのナムコのね、あのー、会社の方だったんですけども、あ、ナムコすごいっすねいな感じで、うん、すごいっすねつって、俺ね、ナムコめちゃくちゃ好きなんですよつって。 めっちゃくちゃ好きだよって。俺、テイルズすごい好きなんですよ。ああ、テイルズもうめっちゃめちゃもう力入れてますよ、みたいなって。え、テイルズ、え、マジっすかって俺、ファンタジアらやってんすよ、つって。なんか、あの、ファンタジアからあの順番に言えますかつって。え、ファンタジア、え、ベルセリア、ああ、そのレベルなんだ、つって。<laughs> あの、そんな話をちょっとしたのが確か覚えてます。はい。うん。テイルズからベルセリアに飛んだのは、ちょっとさすがにね、 ちょっと勉強した方がいいかもしれないですねって、それはって。さすがに、看板ゲームなんでって。さすがに、あのー、自社の看板ゲームを順番にいないのは、ちょっとやっぱ、ちょっと勉強した方がいいですねって、それは。うん。それはさすがにね、あのー、正解だと思う、それは。さすがに。さすがに正解だと思う。<laughs> そう。スクエアの社員に、あのー、あのー、 ファイナルファンタジー7の主人公何ですかって言ると時に3秒と思ったらああそのレベルだって言ってもいいじゃん別にえどう思います皆さんファイナルファンタジー7の主人公で何でしたっけって言った時にスクエアの社員がうわあってなったらよくないじゃないですかテイルズのナンバリング別にいいんですよ全部やっなくてもファンタジアからベルスリア飛んだら同レベルですよそれさすがにえー 人はまあまあまあそうなんですけどねただちょっと所属してるところがね俺前もなんかこの話でさなんかあれだったな視聴者とバチバチやった話があったんだけどこれって趣味ではなくてさ仕事にしてる場合とかだと俺ちょっとやっぱどうかなって思っちゃうことが1個あるんです例えば昔さあのコンビニの店員のタバコの話したらさすっげえ俺批判されたの俺めちゃめちゃ。 俺はあのー、コンビニの店員さんは、タバコの銘柄、まあ、覚えておいてもいいんじゃないか派なんですよ。なんでかっていうと、番号があれ見えない人もいるんです。おじいちゃんとかを、あのー、視力が悪い人だと。で、しかも、200何番とかまであるから、あのーまあ、注意力の問題で探せないって人もいるんですよ。そうもちろん番号で 言った方が早いから俺は番号で言う派なんですけど俺はちなみにテリアの面ルくださいっていうかはあの絶対番号で言った方が早いんでそうあのしてるんですけど例えば皆さんが社長とかまたは経営者側になった場合番号でしかわからない社員とあとはそのタバコの銘柄をある程度ね全部はもちろんしなくていいんだけど、あのー、有名というかあのよく頼まれるやつぐらいは把握しといて あの言われた人、こう、テリアのメンツ、メンソールくださいっつって、あわかりましたってすぐ出せる社員と、どっちを雇いますかっつったら、多分ね、タバコの銘柄雇ってる人たちの方が、サービス力が高いと思うんですよ。それは。だって目が見えない人とかもいるかもしれない。あの、おじいちゃんとかがこう、視力が悪くて見えないかもしれない。という人たちに行けるじゃないですか。はい。 お前何をバイトに求めるいやだからだからどっちの方が優秀なんですかって話なんですよそれはもしあなたが社長だったらねいやだか何なんだろうななんか多分価値観が本当にそこが合わないんだよなうん多分なんかあのー、昇進多分できない人が多分そういうなんか批判してるんじゃないかなって僕思うんだよなだってお金もらってるんだもんそうあのー、そこはさやっぱ努力しなきゃって僕思うんだよねあれは それ,はうん、それはね、そう。あ、何、目が見えない人が、あのー、働いてる場合もあるからってまあ、そこはまあ、あれではノーマライゼーションだわ、それは。それユニバーサルデザインだわ、それはめ。そ、そこのカウンターもらったら、まあ、そうだねとは思うけど、さすがにね、それは。目が見えない人のために、番号で言うシステムにしてると。うん。いや、じゃあ、展示置かなきゃ、それは、そしたら。 タバコのあの何番とかのとこにそれはええー、社外人じゃないですが何を言っても日々がまあまあそうかもしれないね多分な、うん、バイトにそこまで求めるのかっていう時点で多分あのサービスなめてんだよね多分ねおそらくそうあの自分がどこからお金が回ってきてあのどういうこう 流れで金が回ってるかっていうのが多分理解せずに脳々と働いてる無能の多分意見なんだなって思うんだよね僕はどっちかっていうとそれは、うん、えー、なんでその話だったんだっけあのなんでその話だったんだっけ <laughs> うんななんでかなあちょっと待って充電がされたわえ,ー、えでもやっぱそうなんだやっぱああ え俺の、俺のこのタバコのさ話やっぱ響かない響かないってかやっぱあれか同調できないんだそこまでしなくていいっていう派が多いんだやっぱああそうなんだでも俺もしあの雇うとしたらあれだなそっちの方がいいからそっちを雇うなそれは能力が高い方が雇うけどなわしはうんいや別にね俺こういう話じゃないんだよ 何でおめえタバコの銘柄は分かんねえんだ覚えろーみたいな話じゃないんですよどっちの方があのコンビニのサービスとしてすごい気持ちがいいですかって話をしてるわけでそうなんでそこが伝わんないのかなってうーん そもそも人手不足で外国人雇ってる業界だとまあねまあ確かにね、うん、まあ確かにね、えー、たった数秒の番号も言えないろうがじゃあでもいいじゃ番号を見たいんだけど言えない人もいるんじゃないのって話をしてるんですよね伝わらないっすねと水、まさらくまさらくなんか <laughs> まあいいや えー、実際銘柄で言ってくるやつと小競り合いの原因がないし覚えておくには越したごがとかないけどねああまあそうだよねいやでもこれあれだな俺またちょっとあの1年後ぐらいにこの話しようやっぱり今回もダメだなかなか同調させらんないわ俺のイメージがあるのかなこれ言い方の問題なのかなそう思うんすけどね僕は。 俺えー、一生同情さあそういやじゃあやっぱ金が何でもらってるかって分かってないんだろうな金もらって当たり前って多分思ってる人の意見なんじゃないかって俺思っちゃうんだ俺,ち俺批判されるならねどんどん受けたいんだよね あなたの考えることが驚きました。これはだってもうあれじゃん。バカの答えじゃん。全然あの、具体的じゃない。なぜ他人を通うようつな。目が見えないならまず自分を強制しろ。じゃ、あの <laughs>、これあの、全然ホスピタリティないじゃん。この人は、まず。うん、気持ちのいいうんこのを教えてくれ。この人はもう話を聞いてないじゃん。うん。うーん。で、この,この人はんかしないけどバンされてんじゃん、もう。<laughs> バイトと社員は違うよ。いや、バイトと社員はあの雇用形態が違うだけであって、あのー、その会社によっての風紀とか、まあ、その求められる、あれもあのそれぞれだと思うんですけども、も覚えるに越したことはないと思うんですよね、別に。<laughs> ただ雇用形態が違うだけで、別にあの覚えるに越したことはないと思うんですよね、うん。もちろんさ、1日目から全部覚えて、あのー お客様にスムーズに出せるように出せとは思わないですけどそ, <laughs>、えー、その考えに行,く行き行く先は人材不足で同じ給料なら覚えなくていいバイトをした方がいいあ<ー>そっかなるほどもう選べる側だからか バイト側が、あもうあれだわって、そんなんでぐだぐだやれんだったら別にやめるわって言わねえんだってだから別に。別に言わねえんだよ。そう。ただ、あのー、まあ、いいや。めんどくせえから、もう、<laughs> ま、あいいや。うん。負けたわ。うん。いいわ。うん。そう、どっちがいいのかって話です。ただ、買う側からしたら。うん。買う側からしたらね。 えー、なんでしかもこの話をしたのか覚えてなくてすごくつらいうんオニアに恋してるんだけどお前から紹介してもらえないかあの分かりました一応あのあの紹介することはできますはい あのー、どうすればいいでしょうか、僕は。えー、人間性の欠如、育った環境が悪いんだろうな、このセンサーさん。俺のことか。ああ、なるほど、なるほど。ひどい言い方だな、それ、うん。お前、ブーメランかかってんぞ、それ。 逆に。そんなこと俺言わないぞ。逆に。あのー、学歴差別。俺、学、俺、学歴差別しないもんだって。うん。俺、学歴差別したことないですよ、僕。マジでしないです、本当に。中卒だの、高卒だの、あのー、戦卒だの、大卒で、人を、あのー、区別しないです、僕は。いや、しないと思いますけどね、僕は。そんな。 <coughs> 布団んん茶の話は正論だけどここにいるのは頑張りたくない人間ばかりだからその話をして思ったってああなるほど頑張りたくない人間楽してなんとか生きていきたいっていう人たちには確かに通じない話かあーなんかすごく今腑に落ちたわあーなるほどあーなるほどなるほどなるほどそうだな確かに同じ価値観ではまずないし なんか別に楽してのうのうと生きていきたいっていう人にこの話は無駄か。確かにそうだわ。あ正解だわ、それ。正解だ。<laughs> ええー。それを集めてるお前は何なんだあの、集めてるお前。いや、なんか別になんか 俺も能動的に集めて,ってきたわけじゃないんだよね、別にね。俺、別に自由に配信してたんだけど、なんか、なんでたんだろうね。うん、磁石のようにそういった人たちがあの集まってきてしまったっていうか、うん。やっぱり、なんか、布団ちゃんあの、布団ちゃんは分かんないんだけど、布団ちゃんの視聴者が怖いから、あんま絡みたくないみたいな流れもあったりするんじゃないかなって妄想してるんだけど、すごい怖がられてんだよね、ほんと、いろんな人たちに。うん。 えー、マンティスの松、俺さ、これもあなたはイライラしたわ。あの、ソードアートオンラインのスマパッチやってきたら、第20層に、なんかキラーマンティスってやつが出てくるんだけど、それが俺の中学時代の顔にクソに出て、キラーマンティス、ソードアートオンライン,オン,ラインの。イライラしたわ、あれ見て。塩ラーメンに何入れるのかき玉でしょ。やっぱ、かき玉がいい。 うん、塩ラーメンは家のしチャルメラ塩ラーメンにはかき玉、ま、札幌一番か、札幌一番にはかき玉があればいい。<laughs> うーん 昔バイトしてた時社員でもないから適当にやってたこれはこれはやっぱりあれですよねあの僕が浅かった時代ですよねやっぱりねそれはねあのー、んあのー、ホテルの時ですよねやっぱりうんそれは、うん、ホテルの時はやっぱでもやっぱり今38歳だったこと今いろんなものを見てきて考えがやっぱ変わったんですよね やっぱ当時僕もバイト時代はやっぱ適当にやってましたやっぱりうんやっぱりねバイト時代はうんそうなので今こうあ三38歳のじじいが何か言ってらってあの思っててくださいいつか理解できる時が来ますはいいつかいつかね そうぜひ。なぜ歴史の勉強しないといけないのか。過去の過ちを知り、未来に生かすため。僕はそう認識してます。当時は、社会案んて、織田信長が死んだ案でこれを勉強する必要があったって、本当思ってたんですよ。案で、で別にいいよって。別にそこに、今からあのなんか身を置くわけでもねえし、本能寺にって。なんで織田信長が本能寺で死んだとかがテスト出るんだって、本当に思ってたんですよ。 でもなぜ彼が、あのー、落とされたのか、そういうのを知って、やっぱりもしかしたら、織田信長の二の舞になることがあるかもしれないじゃないですか。<laughs> まあ、ないと思うんですけど、織 <laughs> 田信長の二の舞はないと思うんですけど、<laughs> まあ、そういうふうにならないように、<laughs> やっぱ、あのー、ぜひ、はい、僕の歴史をですね、はい、あのー、知って、未来にいつか、ああ、布団ちゃんがいつだって、こういうことなんだ、分かってくれたら嬉しいです。 僕は布団茶飯です。いきなり全部覚えてないとは思わないけど、もちろん僕も思ってないんです。働いてるうちにコンビニの敷地内ぐらいのキャパで、それを商品として客が利益を上げるんだから、それくらい覚えていた方が社会に向いてないというか、そうなんですよ。あ、ここのコンビニってすんごいスムーズだから、そこいいなって人が多分選ぶ可能性があると思うんですよね。<laughs> えー。 時給、1000円に見合ったサービスじゃねえだろかか、別に。<laughs> 別にさ、じゃじゃあ、の、は、あのさ、2ヶ月ぐらい働いてたらさ、嫌でもタバコ覚えるんだってば、あ、このタバコ人気だなとかさ、この商品人気だなとかって覚えるんだよ。です、あの、2年働いてんのに番号であの言わないとちょっと僕わかりませんだと、ちょっとどうなのかなって言ってる話だって、それは。<laughs> そう なあの新人の時から全部言えなんて俺言ってねえじゃん一回もうえー、だからこれもこれもあの全然話が通じないあのー、コミュニケーションがコミュニケーションが一時低下してる人で。 今の雇用状況を知らんで言ってるのは、あのもちろんさ、人手不足なは分かってます。あの、これで人材、このさ、タバコ全部知ってる人を求めてますってわけじゃないんですよ。ただ、その方があの、コンビニの利益としてはいいんじゃないのって話をしてるわけだったて。えー、この話え、ずっとしますよ、今日、ちなみに。あの、進撃の巨人見ないで、僕。はい。話が伝わるまでずっとします。ちなみに。 しますよ、僕はい普通にうんそうそうこういうのもあるそう覚えてて逆にグダグダやるとかは多少覚えてスムーズやったとか結果的にストレスが少ないそう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 ,そう自己防衛自己防衛タイプうーん 客が欲しい銘柄を見つけられなかったら、その分並びで渋滞を聞いて、時間のロス、サービスの低下につながるから、仕事できるやつは自主的でも覚える。覚えねえのは仕事のできないやつ。正解。うん、正解です。